どうも、まずさまテレビ言葉編始まりました。今日の言葉はこちら、ドゥルン。あなたの中での終わりと始まりは何ですか？さあ、前へ。はい、ということでございます。まあ今日は皆さんご存知のように平成最後でございますね。はい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 。で、明日から令和ということで、5月1日から令和の時代がやってくるぞってことでですね、まあ小さなことでもいいんですけど、皆さんの中のですね、終わりと始まり、なんかまあ断捨離的なことでもいいですよ。このちょっと部屋を掃除するでもいいんですけども、ゴールデンウィーク中の方がほとんどなんですかね。もしお休みだったら、なんか一つ部屋を綺麗にしてみるとかですね、やってみるとか、自分の心を整理してね、なんかモヤモヤしてたものをですね、これもういやもうこれもやまあまあまあずっとしてるけどもういや捨てようってね、諦めて、なんかこう悩むっていうことはいいことだと思うんです。そっから学べることもいっぱいあるんですけども、ぐず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 悩むぐらいだったら、もう諦めるっていう選択肢をするっていうことで、諦めてポイってやって次のものを掴むっていう方ですね。終わりと始まりをですね、ちょっとまあ明確に考えてみる、いい時間にしてみてはいかがでしょうかっていうことでございますね。で、まあさあ前へと書かさせていただきましたが、まあご自身の中でも後ろ向きな選択肢をしたとしても、それは前に進んでるという僕の中での感覚です。なんかこうね、動いた瞬間っていうのは、それが心が後ろ向きだとしても勇気を出して動いた瞬間は、それは前に行くってことですね。まあちょっとわからん、なんかこう嫌なことがあってずっと続けてて、でもやめれるとなんかな、後ろ向きだよなと思ったのを勇気出して、もうやめたってね、やめてみるとか、そういったことはもう前へ進んでるってことだと僕は捉えてるので、まあ前へと書かさせていただきましたが、皆さんにとってですね、令和の時代がですね、本当笑顔あふれる平和でですね、もう楽しい時代となってくれますことを心から記念しております。じゃあみんなでね、まあ一人一人がいい時代にしようという形というか思いで、毎日を過ごしていきましょう。ということで、ハマテレビ平成最後、チャンネル登録、グッドマーク、よろしくね。またね。ハマテレビチャンネル登録、よろしくね。